お疲れ様ですつなみさん、えー。本日も動画の方を送っていただきまして、ありがとうございます。今日はですね、なんといってもね、朝早くからトランプ大統領が狙撃されたというね、ニュースが入りまして、まあ、多くの方を驚かしたんじゃなかろうかと思います。まあ、その辺についてはね、私は今日は語ることがないんですけども、このトランプ大統領っていうのがね、一体どんなことをしているのか、そしてしようとしているのかについてちょっとね、注目していってみたいと思うんですけども、このトランプ大統領はね、 改革をしようとしてるんですよねとにかくとにかく改革なんですよ改革ってのは何かっていうと今までの常識を否定して新しい秩序を作り出そうとするんですよねこれがトランプ大統領にはっきりと見えたのが世界の警察をもうねアメリカはやめるとアメリカファーストで行くんだって考え方がまず一つですもうちょっと具体的に言うと世界中に駐留しているアメリカの軍を引くってことなんですよ そうなると当然ですけども日本にあるアメリカの駐留地こちらの方からも米軍基地をね全て撤退していくってことなんですよねそうなるとどうでしょうかね結局まあ日本の立場としてはおいおいちょっと待ってくれ日本の防衛はどうするんだって話になりますよねそうなってくると今度はじゃあ防衛してやるからさ駐留費全額払えよって話になるわけですよねまあそういうふうに言われてはっと気づくわけですけども確かに アメリカ軍の駐留費って、思いやり予算という枠で日本も出してはいるんですけども、全額ではないんですよね。これ、例えて言うとですね、自宅にアルソックっていう警備会社を引かして、その経費を、その警備を受け負ってる、えー、家がね、払うのが当たり前なんですけども、警備会社に半分払わしてるのもんなんですよ。そう考えたらちょっとおかしいですよね。まあもちろん、 アメリカにもアメリカの意図があって日本に駐留している世界中に出先機関を持っているとはいえですね大きな恩恵を受けているのはやっぱり駐留してもらってるその国なんだよなこれかなっていうふうに冷静に思えるわけなんですよそして反面沖縄をはじめとして米軍基地があることによって迷惑している住民がいるっていう問題もありますだったらきれいさっぱり軍を引きますよっていうふうになっちゃったらどうなのかなっていうところなんですよね まあ今までね、世界中にアメリカの出先機関があるのは当たり前だったんですけども、そこにメスを入れて、これをやらないだろうってことをやってしまう、まあ、そこにトランプ大統領の危うさというか、魅力があるんですよね。実際、トランプ大統領は今度の大統領選で当選するんじゃないかなというふうな可能性がかなり高まったわけなんですよ。えそして2つ目ですけども、移民をもう今後はね、扱わないってことです。 代表的なのがメキシコとアメリカの国境付近にでかいね、物理的な壁を作っていくっていう、こういった構想でした。あの移民の国、アメリカが移民を却下するってことなんですよ。まあつまり、もう締め切りですよと。アメリカには移民しないでくださいよっていうことで、世界一の移民の国が移民を断るということなんですよね。まあこれも今までにちょっと考えられなかったことで、ただアメリカの人口も3億6千万人もいますからね。そんなによその国から来てもらわなくても、 十分やっってていけるっていうことなんでしょうねそれから移民ってねやっぱりたくさんの問題を生むんですよ一つは文化や宗教の違いそれから仕事の問題貧富の格差の問題ですよねうん移民ってのは必ずしもいいことにはなりませんできればね移民っていうのは人口がもっとミニマムな国シンガポールみたいにたった500万人ぐらいしかいないしかも 土地の面積も埼玉県の半分ぐらいしかいないようなすごくミニマムなところでこそ移民っていうのは成り立つのかなと思いますそしてその移民政策は金持ちしか移民を受け入れないみたいなね自分のことは自分でできる人だけしか受け入れないみたいなねそんな経済特訓することかなと思いますまあアメリカは同時に自由の国ですからどんな貧しい人もホームレスをしようともそれは国が保障しますよってことなんですよねこれはもう格差が生まれざるを得ないかなと思います ということで、多分ね、トランプ大統領はね、この移民を断るということと、あとは、世界中からアメリカの駐留艦隊をね、引いてくるってこと、この2つ、これが支持され、もしくは反発を買って、今回みたいな事件になったんじゃないかなと思います。まあ、でもね、このぐらいね、改革っていうのはね、大きななたを振るってことなんですよ。例えて言うと、右利きの人が左利きになるじゃなくって、右利きで生活をしていた人が、 足で箸を持ち、足でパソコンを操作するみたいなね。このぐらいのことをするのが改革なんだろうなと思います。なかなか私たちにはね、できないですよね。はい。それでは、お疲れ様でございました。